願いします。お願いします。もう今日咳払いやばいな。にゃーる。にゃーじゃねーし。苦しい。すげえ多い、ね、久しぶりじゃないですか。聞こえます。またこの放送はユーストリームでも同時生配信してますので、ドリームキッチン検索してもらうと、この空間が映像となってご覧いただけます。そちらの方でもぜひお楽しみください。皆さんこんばんは。こんばんは。いや今日はあの久々になんか最初から一匹 いるから暑苦しい。はい。暑苦しい。暑苦しいの久々登場しました。ねえ、アトムのリーダー竹彦くん。はい。いつも。エンディング1分前、2分前ぐらいに駆けつけの常習犯ですけど、うんうん、今日はしょっぱだから。いや、お盆だしね。お盆だしね。うんうん、夏だからね。夏だから。夏といえば。ということで、何言ってんの本当に。久々に来たからやめてくれる。っていうことで、夏どっか行きましたかね、皆さん。何も、どこも行ってないけど。ちょっと待って、ちょっと待って、待って。最初からもう、ミワの質問が台無しじゃないですか。いいですか、うん、夏どっか行ったかなと思って一人ずつ聞こうと思ってるので、はい、じゃあチキン、はい、どうするの俺なんだそこ、うん、神奈川の湘南の江ノ島に2回ぐらい行ってきました。2回も行ったの？聞いてないよ、うん、報告して報告させてもちろん。何してたの？泳いで、うん、なんかいろいろ見たりとか、うんうん、すごいなお前は普通にそうですね、海を楽しんできた。でも結局ゲリラ豪雨にやられて、うん、もうすぐ帰りました。そういうとこそういうとこそういうとこ欲しかった。はい、じゃあ竹彦君は飛ばされた地元のあの海を、うん、あのウォーキングそれ夏だからじゃないんじゃない、もしかしてもうウォーキングで。ああでもあれだよね、バーベキューとかなんか。あ、バーベキューもやったね。やってるよね、バーベキュー。あ、ちょこちょこやってるね。やってるよね。やってる俺なんか夏エンジョイしてる、ね、楽しんでるね俺。そう、うん、で一昨日ぐらいに酔っ払って転んで、はい、携帯の画面割って、はい、夏だね。はい、夏だからまあしょうがないね。夏だしょうがない、はい、うん、じゃあお待たせしました。はい、回るそんな感じないから俺どこも行ってないですけど、うん、じゃあいいか超ポケモンやってたすげえいろんなとこ、ポケモン GO 今流行ってる。もうだいぶ落ちてきたのかな。もうさ、ほんとゲーマーだよねうちのメンバーなんだろう、腕とか指とかこうたまにリハやってるとか痛そうな感じにしてるけど決して楽器の弾きすぎではないっていうのをここでみんなに言いたいゲーム禁止にするぞお前ら。それはちょっともうすげえ歩きましたよポケモン捕まえに。あ、まあそういう意味ではいいよね、うん、うん、確かにあの巷でも言ってるもんね、うん、家から出ない子たちが出るようになったって、うん、家で酒飲んでるよりいいかな。まあそうだねまあそんな、美和はですね、はい、山行ってきました。お、山梨の山に。え、ちょっと待って待って、なんかこうないの、またおーとかさ、シーンってあの面白かったですか。はい、面白かったです。もう初っ端から道を間違えてですね、波乱万丈。そう、初心者の癖して根っこをこう持って登るような方のコース行っちゃったから。上級者ね。うん、根っこって何の根っこなんですか。木の根っこだよ。おお、他に何の根っこ。何花の根っことか持ったって切れちゃうでしょうよそうだからもう次の日は全身筋肉痛になってましたけど、まあ結構楽しかったですよ。それも山の日に山行ったんだよ、ね、違うよ、山の日に行ったけど山の日はやめて次の日に登った。
そう、まあそんなそれぞれアトムバラバラに夏をエンジョイしてますが、まあ早速じゃあ今日も一曲聴いていただきましょうか。はい、はい、うん、それではいきましょう。アトムでライトナウ。じゃあチェンジン、はい、ゆうくんみわの隣に来て、たけちゃんそっち、うん、そっちだ、左に。ワンコーラス何分だ。ワンコーラス多分1分半もう最近ね。もうちょっと向こうよ、全員入る。もうちょっと向こうよ、全員入る。あ、これで全員収まるんだ。全員入る。これチキンズコーナーで使うから専門使う、うん、いやいや、チキンズコーナーだけじゃなくても喋っていいんだから結構ライトナウやっぱ早いんだな。早い音源、早いよね。音源聞いてるちゃんと。はい、アロフはい、了解です。どんなの、どんなの、レコーディングする直前に曲を早くした弾けるわけがね。はい、ということで、お聴き いただきましたアトムでライトナウです、うん、ライトナウ、はい、ということで、またね、今日もライトナウアトムの曲聴いていただいている間にですね、席チェンしました。今日も夏らしいゲストですね、うん、はい、先月に引き続き夏男王様はベイビーゆうくん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。鎌倉から来ましたねもう見るからに色が黒い、はい、そうです ね、もう海に行けば黒くなるんでもう完全にさっきのどっかのベースのチキンちゃんと違ってね、うん、海行ってるんだっていうふうにこう明るく言える。そうです ね豪雨に当たったチキンとは違うねいいな、もうサッカーとサーフィンが好きなんで、そうなの、もう爽やかだね、はい、じゃああともいないの、そういうメンバー。どこに、ポケモン GO と何海散歩とあと集中豪雨ダメやな。いや、ポケモン GO も焼けそうですけどね。確かにね。あ、そうだ、結構歩いたんだよな焼けない、どうでもいいわということで、王様はベイビーはアトムとね、はい、4月に初めて会ってね、ね、はい、渋谷の K2 リード K2 で、一緒にやりまして、で、まあいろいろなバンドでゆうくんも活動してるってことで。そうなんですよね、うん、その K2 でやった時は王様はベイビーっていうバンドで、うん、で、その後セブンスアベニューでやった時は、うん、僕はピグミーってバンドで、そうそうそう、先月ゲストで出てもらったひろゆきの相方という形で、ね、はい、うん、でも今日はピグミーの話はいらないと、まあ、いらないけど、でもね、せっかくあれだからそうそうそう、久々にね、そのピグミーとやる時に、はい、お久しぶりですって声かけられて、えって思って、なんでゆうくんいんのって言ったら、ピグミーですって言ってね、僕今日ピグミーで歌います、いや、僕ピグミーなんですそうそう、そう、じゃあもう出ちゃいなよって言って誘ったんですけど、はい、その王様ベイビーの、サポートベースっていうのが、はい、うち あのチキンが入る前にサポートしてもらってたケンちゃんが、うん、サポートしてるんですよね。そうですね、うん、そんなこんなで世間は狭いなと思いながらつながるよね、狭いな本当に、うん、なんか家系図みたいなの作ったら大変なことになりそうだけど絶対みんなつながってるようにこう分かるよね、本当そう思いますわ、うん、ということで、まずじゃあ最初聴いてもらおうかな。そうですね、王様はベイビーの曲ね、はい、はい、じゃあゆうくんの方から紹介の方お願いします。
はい、オーサマーベイビーでムーングラス。爽やか。爽やか。それこれね。そうですね。千秋元なのかな。忘れましたね。なんかいつもこの曲は流してもらえないんで。あ、そうなんだ。はい。絶対流してもらおうと思う。あのカントリーロードのオマージュソングなんです。好きなんで。なんかなんだろう、ライブ見るまではさ、こうイメージ的にアコースティックな感じでどうなんだろうなって思ってたけど、めっちゃご機嫌だもんね。そうっすね。本当に。そうっすね。ケンちゃんいるとご機嫌になりますよね。ケンちゃんご機嫌だよね。あいつがご機嫌だよね。俺あんなにハート強い人見たことないですもん。ツアー中金がないって言ったこと公園で寝てたんだよ。言ってた言ってた。すげえ。そう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 。住所って無職だったんでその時しか。それなんかの、あ、ケンちゃん出た時に言ってたんだっけ。言いましたね。うん。そうそう。でもこの曲やったよね。やりました。この曲は覚えてる。うん。ね、またアトムとかやりたいね。やりたいですね。うん。セブスやんない。セブス誘ってもらえればやりたいんですけど、誘ってくんない、ね。いや、アトムで企画立てるから。わかりました。若干ヒロミさんに俺嫌われてるから。いや、来ないから。取られてるよ。取られてるよ。これ放送中だから。今ユーストリーム配信中だので、若干もう。もうそろそろフェードアウトで、はい、はい、お聞きいただきました「王様はベイビー」でムーングラスです。ありがとうございます。なんかほんとご機嫌、うんうん、楽しいね、うん、夏っぽい、ね、そうですね。これライブで生で見るとほんとご機嫌だもんね。はい、これこの後聞くとまた、うん、カントリーとレゲエをこうちょっと合わせたやつなんで、なんか基本的にこう跳ねてるリズムがすごい好きで。あ、そうなんだ。はい、なんか自然と鼻歌も跳ねたものをいつも歌うんで、うん、じゃあもう思いっきり跳ねさせてやろうと思ってこの曲を作りました、うんうんうん、なるほどね、はい、いやーほんといいな夏。いいっすよね。いいな。いいっすよね。普段はどんなとこで活動してるんですか、王様はベイビー。普段は、地元だと藤沢の全寮 Z という場所と、うん、あと東京都内は渋谷のルイド K2、はいはい、新宿の、新宿マーブル、うん、などですね。あとは呼ばれれば、地方にも行ったりとか。なるほど。はい、いろんなとこでやってます。お、さっきも言ってたけどね、はい、ゆうくんほらピグミやったりとか、はい、あとソロ活動も。そうなんですよ、うん、ソロ活動ではそのピアノも弾き語りでやってて、うん、この間新潟に日帰りで行ってきました。日帰り、日帰りです。次一緒に行ったそのバンド仲間の人が次の日、うん、江ノ島でライブがあるって言って、はいはいはい、で新潟を11時ぐらいに出て朝5時ぐらいに神奈川県着いて、はい、その人は3時間だけ寝てこう江ノ島行って、うわー、で僕はその後スタジオがあったんでスタジオ向かってっていう。すごいねー、こうハードでタフですね、みんなバンドマンでタフだなと思いましたね。あーでもね、確かに言われる、うん、なんでそんなハードなのっていうか元気なのって言われるんだけど、自分じゃそんな感じないんだよね。そうですよね。止まってたらむしろちょっと死んじゃうかなみたいな。でも基本的になんか歌ってる人ってタフじゃないですか、すごい。うんうん。なんかそうだね。なんかそんなイメージがありますね。うん、確かに。うん、あとプライベートのオンオフがないんだよね。あ、それ疲れないですか。いや、周りが疲れないですか、周りが。どうなの。あ、放送事故になるから喋って、本当に3人で目見つめましたっていう。そう、こう見えてもみは酒飲めないんだよね。あ、うん、だからまあでも飲まなくてもバレないというかさ、うん、なんか酒焼けしてそうな声ですよね。そう、これ、うん、だから天然。うん、うん、そう。でもなんか声こうなんていうんですかね、ちょっとハスキーな人ってボーカル多くないですか。あ、多いかもしれない。そうですね、うん、
確かに歌ってる時と喋ってる時の声が、うん、もうもろ変わる人か全く変わんない人、うんうんうん、もう2種類ですよね。そうだね、中途半端な人ってなんかいないなと思いますね。確かにボーカルってなんか喋ってる時にもろハスキーなんだけど歌ったらカーンっつっていますね、うん、あれみたいな人もいるし、うん、そうそうそう。で、そういえばその新潟行った時にさっきチロッと聞いたけどパンクしたんだって。そうなんです、高速道路でパンクしちゃって本当大変でした。もうだから入りがもう 3,4 時間遅れちゃって、うん、で新潟のケーキ屋さんで、うん、ケーキ屋さんでライブをやったんですけど、で着いて早速その準備をしなきゃいけないんですけど、うん、遅れちゃったんで、うん、でもなんか甘い匂いに誘われて、うん、準備をせずケーキを食べましたでケーキ食べてる最中にお客さんが入ってきて、うん、あこれからもうライブ始まるねってね、それで準備をしてライブをしてました。そうなんだ、はい、甘いのも行くんだ。甘いのも行きますね、ゆうくん酒のイメージしかないわ、はい、ビールにケーキでついてますすごいさすが、はい、そうなんだ、はい、あれだね、せっかくだからソロのね曲も聴いてほしかったけど今日はそうです ね王様はベイビーの曲を紹介するっていう形ではい、はい、そうですね、行きたいと思うので、はいはい、また次回はぜひじゃあ次回はじゃあソロの方で、はい、ピグミーはまあいいかなって、うん、嘘だよ、ひろゆき聞いてるかな前回やってもらったでしょそうでもね、まあ、せっかくだからピグミーね、一昨日大きいイベントやったからね。そうなんですよ、この、はい、ライブじゃない、ラジオでも告知したけど、はいはい、エンドレスサマーっていうね、渋谷で、はい、ちょうど5年目だったんですけど、うん、はい、渋谷のエイジアというところでね、電撃ネットワークさんとか出たっていう、はい、もう大盛況、大盛況ね、ほんと行きたかったわ、はい、もう大盛況すぎて機材トラブルが発生しましたマイクが全員抜けるっていう、すごい、そんなハプニングも含めやっぱりライブっていうことね。そうですね、ライブですね、うん、それすらもう楽しみ、そう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 、いいと思いますわ、うん、じゃあ、もう一曲、はい、はい、王様ベイビーで聴いていただきたいと思います。次の曲ははい、王様ベイビーで Loud is Dead。 これも知ってるこれ苦情来ないか心配ですいやほんと静かだね君たち振ってるのに帰ってこないっていう一番怖いパターン、3人でこうやって目みたいなもう2人だろうが3人だろうが変わんないってところが恐ろしいわもう俺もう完全ここでリスナーだったんだもうお察しくださいこの苦労をなんとなくわかるなんとなく、ね、違いますね、こう現場のあれだと違いますあの、オサマベイビーのさ、なんていうの、アーシャ、はいはい、あれすごい子供みたいなアーシャじゃん、はい、それをさモリッツがさ、はい、ゆうくんすごいかっこいいんですよって言うんだけど子供じゃねえか、子供じゃねえか全然わかんなかった。あ、でもこのベイビーのレコアツファイナルもモリッツくん来てくれて、へー、うん、すごいキラキラしてました、目が大好きなんで、ね、ゆうくんのこと危ないなでもなんかピグミーやってから、そのピグミーの周りの人たちも来てくれるんで、ああいいね、そのいい相乗効果ですねはい、そのまま BGM でかけてもらっていいですか。はい、ということでお聴きいただいてます、王様はベイビーで Loud is Dead。 この曲ももうなんかあれだね、歌い方がご機嫌なんだね、うん、まずね、そうですね、うん、
でもこれ完全にあの文法間違ってるんですけど、ね、ラウドイズデッドなんて言葉ないですからね。いいんです、いいんです、いいんですそれで、うん、あのそんなのはもう朝飯前です、はい、アトムの歌詞なんて、はい、気持ちですからね、気持ちですからね、通じればいい、サンフィシングの塊で、そうです、そうです、あのちょっと口も穴があれば、そういうツッコミはいらないんだよ、ね、ということで、オーサマーベイビー告知ありますか？はい、はい、今月のですね、はいはい、28日に、うん、神奈川県の平塚、はい、サンタナというところでアコースティックライブがあります。それがあの夕方からなんですけど、はい、そこもあのオーサマーベイビーで検索していただければホームページに載っていますので、詳細が、はいはい、ここで分かります。なるほど、はい、でその日、うん、僕はあの渋谷に移動して出た、はい、はい、ゲーム、渋谷のゲームというところで、はいはい、ピグミーというバンドで、あーピグミというバンドでね、はい、はい、歌います。やはりピグミ、はい、はい、次はあの8月の30日に、はい、町田のプレイハウスというところで、はいはい、はい、出演しますので、そちらもチェックしてください、はい。まあ、月に3本ぐらいは、そうですね、うん、まあ何せよ Facebook も Twitter も、うん、あのホームページもオスマービービーと検索していただければ情報はどこにでも載せるので、はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします、はい、まだまだね、夏は終わらないからね、うん、そうですね、エンドレスサマーエンドレスサマーなんだかんだ言ってみればちょっとピグミ宣伝したいこの心優しい感じがハートフル、そうハートフルな感じがでもあのオーサマーベイビーのあの、はい、このねイラストっていうのかな、はい、かわいいよね。かわいいんですよ。ありがとうございます、ね。そこ触れてくれてありがとうございます。あ、いいえ、とんでもございません。はい、こんなかわいいのが、うん、実は LINE のスタンプもありますんで。あ、はい。見た、見ました、見た、見た。LINE のスタンプで、うん、これも検索していただければ出ますんで。ね。はい。いいね、あれね。いいでしょう。うん。めっちゃいいの。うちも、何今検索する感じ、いやいやいや、どうぞ。あ、うちもスタンプ作りたいなとか思うんだけど、うん、でもこういう可愛いのが合うバンドでもないしね、うん、まあそんなことないんじゃない、じゃあ作る、うん、可愛いの可愛いの広がんねー、広がんないでしょ、わかるでしょ、もう本当にね広がんないですよ、だからゲストすごく大事、うち本当に、でもこれは別に期間限定とかじゃないんですよね。そうですね、うん、普通にずっと買えますので、はい、じゃああのこのオンエア終わったら、はい、誰かしらが誰かしらが何かしらで何かしらでインストールして、はい、うん、はい、ぜひぜひ。あ、ずれてる、いや、そうあの、やめてもらっていいですか、事故ちょっとびっくりした今、はい、じゃああとは告知とかそうですね、ソロとかは、ソロもあの決まってるんですけども、うん、ソロはまだホームページとかちょっと作ってないので、はいはいはい、あのソロも含めてこれから「王様ベイビー」のホームページからまた飛べたりとか、うんうん、あの個人の、あのツイッターとかもありますので、うん、オフィシャルじゃない、はい、そこに載っけていきますんで、なるほど、はい、ゆう松下で、ゆう松下で、はい、王様ベイビー、ゆう松下、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、じゃあ今のところは王様はベイビーは、はい、王様はベイビーのウェブ、はい、それからピグミーはピグミーのウェブ、うん、であのゆうくん情報をまとめてっていうんだったらツイッターがまあ一番早いかなっていう感じだ ね、はい、ね、はい、はい、了解しました、よろしくお願いします、さあ、エンディング流れてきましたよ、流れてきましたね、やっと来たね、チキンのコーナーはい、はい、ありがとうございます、チキンズコーナー行ってみましょうか、アトムの告知、はい、アートムの告知じゃさせてください、はい、8月もう一本ありまして、来週の金曜日、8月26日の金曜日ですね、はい、横浜セブンスアビニューであります、で9月は9月4日日曜日新宿ワイルドサイド東京、はい、裸エプロン祭りと言いまして、あのお店がいっぱい出たりなんか出たりするらしいんで、なんか出たり何が出たり、モテるな、モテるな、気になる、そうですね、夏の終わりのお祭りみたいな感じで、うん、まあ、遊び来ていただければ楽しめるんじゃないかなと思います、はい、そしてもう一本9月30日の金曜日ですね、こちらもまた新宿ワイヤーサイド東京でありますので、よろしくお願いします、お願いします、はい、よく出たわ、え、物販は、物販ですね、うん、はい、あとヨーロ CD ですね、
こちらタワレコ HMV、Amazon、楽天、どこでも売ってます、さらに iTunes、Apple Music、レコチョク、LINE Music、MUSIC.JP、まあ、その辺などでもね、ダウンロードで購入できたりしますので、ぜひ購入していってください。タオルも売ってます。ライブでタオルは買ってください。はい、いいですか。いいですか。あのアトムの方もね、ウェブとかですね、ツイッター、フェイスブック、LINE アートなどなどやってますので、そちらの方で情報を入手していただければと思います。アトム9月は両方新宿なんだよね。珍しいですよね。うん、珍しい。でも両方ともあの内容がというかライブのあれが違うので、うんうんうん、うん、あの両方来ても楽しめると思います。オーサマーベイビーぜひやりましょうよ。そうですね、うん、もう今年中にはやりたいですよね。本当だね、うん、だからアトムもそろそろ企画を打って、アトムの、うん、なんだろう、お祭りじゃないけど、はいはい、やりたいと思ってるので、はい、その時にはぜひぜひ。そうですね、はい、よろしくお願いします。何が何でもスケジュール開けます。よろしくお願いします。何が何でも開けます。はい、ということで今月もそろそろお別れの時間になりました。はい、また来月こんなグダグダのご機嫌なトークを広げたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、さよなら。バイバイ。